悔しいな。ラジオネーム愛のリコーダー、はい、有吉さん。ウルグアイ代表フォワードルイス・スワレス選手が相手選手に噛みついたことで FIFA から出場停止処分及び4ヶ月間のサッカー活動禁止処分、1135万円もの罰金処分が下されたことに対し、スワレス選手の祖母が、みな FIFA がルイスに何をしたかを知っている、 FIFA は彼をワールドカップから排除したかったのよ、完璧ね、彼はそれをやり遂げた、ルイスは犬みたいに追い払われてしまったわと泣きながら語り、さらにこれは陰謀よ、彼らの決定は野蛮よと訴えていたそうです。おいババア野蛮なのはお前の孫だろうが、そもそも犬みたいに追い払われたとか言ってるけどな、反町の犬みたいなことしたらそれは追い払われるわ、お前にしたってお前の孫にしたって FIFA やら選手やらに噛みつきやがって、やり方にしたってな中途半端なんだよ。鈴木おさむにツイッターで噛みついた西野を見習ってちった面白い噛みつき方でもしてみろ豚野郎。おいババアってことだね。決まったねこいつのババアも、羨ましいぐらいのババアだな。悔しい。上に上げてな。そうか。悔しいな。ラジオネーム愛のリコーダー、はい、有吉さん。ウルグアイ代表フォワードルイス・スワレス選手が相手選手に噛みついたことで FIFA から出場停止処分及び4ヶ月間のサッカー活動禁止処分、1135万円もの罰金処分が下されたことに対し、スワレス選手の祖母が、みな FIFA がルイスに何をしたかを知っている、 FIFA は彼をワールドカップから排除したかったのよ、完璧ね、彼はそれをやり遂げた、ルイスは犬みたいに追い払われてしまったわと泣きながら語り、さらに